白雲国温泉へはランランバスが、近隣駅から出ている白雲国温泉は、兵庫県小野市にある温泉。日帰り入浴施設であり施設名は、白雲国温泉ゆピか。地下線3 0 0メートルの右断層から、有室、白雲、谷池ほとりからであったことによる命名。建物の設計者は、昭和設計。外観は、コンクリート打ちっぱなしで入り口には巨大な角材を、 組んだアーチの連続する長いアプローチが来客を迎えるのが印象的。谷形状を利用した建築であり、浴室は一段下がって位置するため、玄関方向から建物全体は見えない。露天風呂の裏のすぐ裏側が野池となっており、湯船から俯瞰できる。また足湯も設置され、無料で利用できる。建物内部には、ソロバン神社が祀られる。駐車場の収容力があるため、 来客者が多い。和食レストラン、白雲国及び地元物産も扱う売店が併設される。2019年12月24日のリニューアルオープン後は、レストランが和食レストラン、獅子銀に経営変更された。地元野市出身の小林優里子選手もよく訪れる。 神戸電鉄青線の市場駅から歩けば30分、JR 西日本加古川線の市場駅から歩けば15分となる。神戸電鉄線からの最寄り駅は市場駅であるが、市場駅からはバスはない。ありがとうございます。